ここが実際のマスターズの試合会場、夜です。ちょっと暗くてね、わかりづらいんですけど、すごいよね。神社をね、こうやって試合会場にするってすごいですよね。懐かしいな。あ、もうスタッフさんがね、やってくれてますからね。懐かしいな。本当ですか。うわすごい。宇都宮の何、オリオンスクエア、はい、オリオン通りで、オリオン通りで出会った、はい、バックビートアタックを見てくださってるマジシャンの方がね、あの今ちょっと話をかけてくれてですね、あの斉藤祐介さんですかっていうふうに言ってくれてでね、ここでいつもあのマジックをやってるそうなんで、ちょっとこう見させてもらおうかなと思います。じゃあそのカードを覚えてください。これですね。はい、 OK です。はい、じゃあこちらのカード、はい、これを中に入れます。はい、シャープ1枚。おお、ありがとうございます。わざわざ見せていただいて。え、お名前は何て言うんですか。ロヒマジという名前で活動しています。ロヒマジさん、はい、ちょっとここにね、こちらにあります。インスタグラムだったりロヒマジさんですね。いや、ありがとうございます。ここね、まあ雨なんですけどね、一応屋根があって、プレミアとかもここで試合をしたことがあります。あ、うちの専属カメラマン松浦さんです。松浦さんです。我ら専属カメラマンです。我らのアルちゃん。さあ、それでは20分間の練習していきたいと思います。なんかね、ハッピーを着て、こういうハッピーを着てですね、こういうセレモニーがあるみたいです。で、各選手一人一人にもこういう袋をもらって、中にはね、いろいろと入ってるんですよ。マス、これなんでマスって言うんだっけ、あのお酒のね、飲むやつとかいろいろ入ってますね。すごいね。で、あそこにスミポンがいます。スミポンとタメラさんがいます。キリンのカメラ撮られてます。注目度高いです。大会で自分たちがホームでこう迎えられるってやっぱなかなかないと思うんですよ。やっぱその皆さんの応援が普段のパフォーマンスよりも今日のパフォーマンスを向上させてくれると思うんで、まあ埋められない差も、そういうホームゲームだからっていうところで埋められる可能性はものすごく高いと思います。まあ雨も止んで、世界のみんなとまた戦うことができるので本当に嬉しく思ってます。皆さんの、ね、応援が力に必ず変わると思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。16, 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 16,
自分たちのこうパフォーマンス以上のものを出さないと、やっぱこのレベルの相手には勝てないというふうに思っているので、ただね、ここ宇都宮で、これだけ自分たちのシュートに歓声を上げてくれて、盛り上がってくれる皆さんのおかげで、まあ普段の自分たちのパフォーマンス以上のものはまあ出せたのかなとはちょっとは思ってます。ただもっともっと、これ以上のものを出していかないといけないので、今後もね、宇都宮マスターズが、3年間、フィバとの契約が決まったということで、これから3年間毎年必ず、ここでマスターズが行われるということですね。自分も、まあ、いつまで本当にできるかわからないですけども、またご声援の方よろしくお願いします。あとは、まあ、この流れで来週はモンゴルの、チャレンジャーに、参加させていただくことになってます。移動が大変なスケジュールですけど、しっかりと、今日負けた意味を作りながら、自分たちに自信を持ってまた一歩一歩歩んでいきたいと思います。ちょっと外れてた今なんてちょっと外れてた何やってんだよね